流祭肝人正積が、教科百物語より、ひひ、鳥山赤縁、金尺がと俗百記より、ひひひ、ひひ、ひひは、日本に伝わる妖怪。猿を大型化したような姿をしており、老いた猿がこの妖怪になるとも言う。山中に住んでおり、怪力を有し、よく人間の女性をさらうとされる。柳田国夫の著書。 妖怪談義によると、ヒヒは寝ろだが、人間を見ると大笑いし、唇がまくれて、目まで覆ってしまう。そこで、ヒヒを笑わせて、唇が目を覆った時に、唇の上から額を吸いで突き刺せば、捕らえることができるという。ヒヒの名はこの笑い声が由来と言われる。また同書では、天那三年に、越後国、聖徳四年には、伊豆でヒヒが実際に捕らえられたとあり。 前者は体長408寸、後者は708寸あったという。北アルプスの黒部谷に伝わる話では、ナメ川よりの源助という荒っぽい蕎麦頭がおり、素手で猿やタヌキを撃ち殺し、山形の一つで熊と格闘する甲のものであったという。ある時源助が井戸糸菊の谷を伐採しようと入った時、風雲が巻き起こり人が飛ばされてしまい、谷へ入れないので、離れようとした途端、 同行の若いキコリが物のけに取りつかれて気を失い、ヒヒのような怪獣がキコリを宙に引き上げ引き裂き、殺そうとしたという、源助はヒヒと引っ張り合いになり、しばらく続いたが、作兵を殺したら、お前たちも残らず殺すというと話し立ち去った。源助は作兵を背負って血まみれになり、夜明け近くになり、仲間が助けたという、この話では、 ヒヒは風雲を起こしてその中を飛び回り、人を投げたり引き裂く妖怪とされる。元は中国の妖怪であり、字が釈重に、ヒヒは人に似て、ザンバラ神で走るのが速く、人を食う、という、各白の中には、袋帯のことである。三階行に、その姿は、人の顔で、唇が長く、体は黒くて、毛が生えており、かかとが曲がっている。人を見ると笑う、という、 甲州、甲州、南安志郡の山中にもいて、大きいものは背丈が一畳余りある。俗にマトと呼ぶ、と言っている。江戸時代の百科辞典、和漢三歳杖絵には、西南エビスに生息するとして、本草項目からの引用で、身長は大型のもので一畳余り、体は黒い毛で覆われ、 人を襲って食べるとある。また、人の言葉を話し、人の生死を予知することもできるとも言う。長い髪はカツラの原料になるとも言う。実際には、本草項目のものは、ゴリラやチンパンジーを刺すものであり、当時の日本にはこれらの類人猿は存在しなかった、ことから、異常に発育した猿類に本草項目の記述を当てはめたもの、とする説がある。 知能も高く人と会話でき、サトシのように人の心を読み取るとも言う。血は黄色の染料となるといい、この地で着物を染めると退職することがないと言う。また、人がこの地を飲むと鬼を見る能力を得るとも言う。山わろと混同されることもあるが、これは山で笑うものであることから、山わらわが山わろに転じたとの説がある。 岩見重太郎が退治した怪物としても知られる。また、人身ごくを要求して、人間の女性を食べる妖怪、猿神と同一視されることもある。近年では、アメリカ人の動物学者のエドワード・エスモースが、東京の大森貝塚を発見した際に大きな猿のような骨を見つけ、日本の古い記録に大型の猿を記したものがある課長査したところ、皮皮の伝承に行き当たり、この骨を、 ヒヒの骨かもしれないと結論付けている。ありがとうございます。